はい、では檜山さん本日はお疲れ様でした。ありがとうございました、はい、ではまずですね、はい、当院整体院カズにご来院いただく前はどんなお悩みがありましたか？普段仕事でデスクワークなので、はい、腰の痛みとか、あと肩が凝ったりとか、はい、あとは右手の親指の付け根の腱鞘炎とかで悩んでました、はいはい、まあ、いろんなところが結構痛みがあって来られたということですね、はいはい、あとはやっぱり定期的にぎっくり腰されてたっていう、はいはい、そうですね、はい、常に1回ぐらいはぎっくり腰になってるような感じでした。そのぎっくり腰毎年されるっていうのは、はい、もう結構何年も続いてたんですか？何年もですね、最初になったのが、部活で、はい、なんかスクワットとかをしてる時になって、はい、それからもう癖のように毎年冬とか寒い時とか、あとは梅雨の時期とかになったりしてました、はい、じゃあもう10年以上悩まれたということですよね。はい、ありがとうございます。ではそのお悩みを解決されるために何をされてきましたか？はい、整形外科に通って湿布をもらったり、あと鎮痛剤みたいな痛みをなくすっていうのが、はいはい、でもまあ一時的なものでまた痛みが出てしまうような状況でした。はい、注射とかもされましたか？そうですね、腱鞘炎は注射を、はい、打ちました、うんうん、注射を打たれて、はい、どうでしたか？その時は治ったんですけど、はい、やっぱりしばらくすると使っていると痛くなって、で痛みが戻ってきてしまうということですよね。はい、はい、ありがとうございます。ではそれを行うと、まあ、整形外科に来られ、はい、行かれたりとか湿布を貼られたりということなんですけども、はい、それを行うとどんな効果がありましたか？そうですね、痛みは取れましたが、はい、やっぱりそのずっと痛くなくなるっていうわけではなく、うん、またしばらくすると痛みが出てくるような状況ですね。またこう一時的な変化はあるけど、はい、すぐ戻ってしまうということですよね、はい、まあ、その場しのぎっていう形になっちゃいますよね。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、当院の問診カウンセリング施術はいかがでしたか？はい、そうですね、その一時的に治すのではなく、はい、痛い箇所に本当に的確に聞いて、はい、でそれを自分でもストレッチをしたりして、はい、継続して痛みを取っていけて、はい、で本当に体も軽くなるし、はい、肩のだるさとかもなくなって良かったです。うん、はい、そうですね、檜山さんの場合腱鞘炎も出てたんですけど、はいはい、腰の痛みと結構関連していたんですよね。はいはい、まあ、最終的にお腹の筋肉ですね、お腹の筋肉が硬くなることによって腰の痛みも出ていましたし、腱鞘炎の痛みですよね、結構お腹緩めてあげたら手の動きが良くなったということが実感できたと思います。はい、はい、まあ、それに伴って肩こりとかも、まあ、良くなっていたというところですね。はい、はい、ありがとうございます。では他の治療院と比べてどこか違うところはありましたか？はい、そうですね、その痛みが出ても重症化しないっていうか、はい、もうぎっくり腰になることがもうしばらくなくなったし、はい、そんなにもう自分でもストレッチをしたりすると、はい、ちょっと和らいだりとかですね。そうですね、はい、まあ、原因が分かればご自分でもケアできるようになるっていうところに、はいはい、あとやっぱり普段の過ごし方ですよね、ね、姿勢ですとかそういったところも檜山さんの場合改善できてきてると思います。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、では最後にですね、檜、はい、山さんから同じような症状を持っておられる方にメッセージをお願いします。はい、そうですね、こちらに来ていただければ、腰痛ですとか肩こりの悩みも解消できると思いますので、ぜひお越しください。はい、では檜山さん、はい、本日は貴重なお時間、はい、ありがとうございました。